にちは、みゆです。はい、今日はどこに来ましたか？念願のハーモニーランドに来ました。イエイ。大分のハーモニーランドですね。そうです。なんか日本にサンリオのテーマパークが2か所しかなくて、1個が東京のピューロランドなんだけど、もう1個が大分県のハーモニーランドでずっと行きたくて、大分はね、仕事で今回来て、初日にロケで行かせてもらったんですけど、3時間しか入れなかったので、今日最終日に一日中ハーモニーランドで楽しんでいきたいと思います。大分の仕事決まった時は大喜びでしたね。でもスタッフさんにハーモニーランド行きたいですって言った番組のスタッフさんにも言って時間作ってもらいました。だからロケでも行ったけどね、やっぱ 2,3 時間で足りなかった。なるほど。じゃあ今日は楽しんでいきましょう。おはようございます。お待たせいたしました。いってらっしゃい。よろしくお願いします。はい、チーズ。ありがとう。お家に帰ります。スマホから手を振って渡ります。帰ってきた。帰ってきましたね。なんかプランはあるんですか、今日は。とりあえず全部回る。アトラクション乗りたい。まあとりあえずじゃあ全部見て回って全部写真撮るですね。うん。何が乗れるかわかんないから少しずつ聞かないといけない。あの列車乗りたいな。ショーの時間ですね。お目当てはどのパレードですか？これ30周年、ハーモニーランド30周年だから、これと今の時期のイースター30周年でちょうど来れるってさ、最高やね。じゃあ早速アトラクションから乗りますか。うん、これ全部アトラクション一覧。とりあえず今日ここのリストから乗れる乗れないを1個ずつ聞いてみよう。あ、すごい。ちゃんとスロープありますね。すいません、ありがとうございます。ミルクがいないな。ミルクいた。ミルクがいい。乗る場所と到着して降りる場所が違うみたいなので、車椅子も中に運んじゃいます。まあそんなに激しくないから大丈夫。ほら、前もう一回。最初の出発です。安全バーをしっかりとお待ちください。目はミルクのとこ乗った。ミルクが一番可愛いシナモンシリーズ。あ、キッティちゃん。次の駅、バイバルフレアステーションが終点となっております。意外と急なんだけど、本当に。ずっと平面かと思ってた。でも、これぐらいでも、障害持った方でも乗れますね。それいいね。お足元には十分お気をつけてお進みください。あ、可愛い。ちゃんとアトラクションにもエレベーターついてますね。初めてですか？2日前にロケで1回来たんですけど、プライベートで来ました。TikTok してます。あ、はい、してます。私多分フォローしてます。嬉しい。ありがとうございます。なんか声に聞きます。念願だったんです。あ、そうなんですね。こちらの扉開けますね。出口の方からご案内します。出口がスロープになってます。出口から。おそらくだけど、ハーモニーランドで一番楽しいアトラクションこれだと思っている。乗ったことないけど、多分そのイッツスモールワールドみたいな、いろんなエリアに行くんやと思う。一番好きなキャラクターは何ですか？マイメロ。頭マイメロですもんね。マスクも。あ、マスクもマイメロ。シナモンからだ。こんにちは、僕シナモン。シナモンよ。一番が多分一番メイン、一番多分みんな喜ぶやつ。全部のキャラクターいる。いいパーティー楽しかったねって感じ。足元空いてないから、だから多分誰でも乗れる。まあでもドレスにしようと思えばできるけど、ダコロが楽ですこれは。めちゃめちゃ笑顔。キッズメニュー。これと、うん、他なんか食べたいのありますか？エビフライピングカレーと青空クリームシチューカハイス。席ご案内いたします。どうぞご覧くださいませ。かわいい。メニューはこういう普通のやつもありますけど、絶対こっちがいい。お昼に来ました。こっちも可愛い。これ可愛くて昨日2枚もらった。可愛い。お兄ちゃんのカレーです。すごいなんかね、いろいろ具材が乗ってる。スタッフは姫様のカレーです。いただきます。ショーの時間とかいろいろあるから食べてきます。ごちそうさまでした。次に向かいます。これ取れるの？取れない。写真じゃないですよ、これ動画です。どうぞ。ちゃんと車椅子エリアがあるんですね。ありますよ。皆さんも一緒に手拍子や拍手をしたりして、30周年をお祝いします。30周年のショーです。前に大人気スター、ヒロミさん。はい、ありがとうございます。こちらではゲームをして遊んだり、お写真を撮って遊ぶことができます。いってらっしゃい。ございます。なんて名前でしたっけ？サンリオキャラクターです。ゲームやろう。やってこれ。何をするのこれ？どうするの？足じゃない？足。出てきた。足踏みすると出てくんねん。もっと舐めたくない。もう一回全力でやって。もうちょっと舐めたかったってさっきあったから。みんなで美味しくいただきましょう。みんな飲んでるよ。疲れた。雲をタッチして。青空に戻してねだって。頑張れ。すごい。ああ、38個やって。かわいい。そこに入れない。落ちてくるフルーツをタッチして収穫してフルーツたっぷりのアラモードを作ってみてね。フルーツ以外のものも落ちてくるけどタッチしないでね。早っ。落ちてきた？26だって。おいしそうな定食。でも何かが足りないみたい。メニューの名前を見てお魚を選んで定食を完成させてね。何でもいいのこれ。サバ。なんでわかんの？サバサンドって書いてる。ああ、そういうこと。皆さんこんにちは。サービルズへようこそ。お写真を撮って遊ぶ。難しいよこれ。お魚嫌いだからな。最後あれじゃない？卵割りゲーム。卵が割れたらグレタラが出る。落ちてくる卵がポイントに来たらボタンを押してね。うまいよ。一番良すぎない？10個。お見事。毎回。終了です。おしまい。あれ、狭いところの裏に取るって感じだったね。車椅子はちょっと近いかもしれない。普通はこの裏に取って取る設計に作られてるから。ああ、なるほどね。回んないとこれのカメラに収まらない。だってカメラがこれにまずそもそも正面いっぱいいっぱいにして、これはちょんちょんって出る感じだから。写真を撮るのは難しいかもしれない。全部そのキャラクターの後ろに人がいるっていう設定なの。ありがとうございます。ゲームが地味に楽しい。次は忍者なんたらですね。うん。サンリオ忍者トライアルに来ました。みんな忍者になった。マイメロも忍者なった。ここはね、入場料プラス追加で1回500円。車椅子って入れない。こちらのアトラクション自体が3歳から12歳までのお子様がご利用できるアトラクションになってますね。本当だ。ダメでした。すいません。ありがとうございます。え？出ると思った。頭の中12歳だからいいかな。じゃあ上行こう。2名様でよろしいですか。はい。いける？これ上がれる？近くまで。あ、大丈夫ですよ。はい。自分で行けそう？これがあるから無理だ。いいじゃん。観覧車の中まで可愛い。そこだけじゃなくて。高いの嫌いでしょ。乗れないけど可愛い。やっぱさ、メリーゴーランドは馬に乗るべきだよ。馬に乗るべきです。ちなみにこの間抱っこできました。朝があるのとこれがあるからね。ちょっと上がれなかったですね。今からこれに乗るみたいです。マイメロがいい。マイメロいいですよね。すごいですね。わざわざ止めてくれますね。じゃあ、開くのお願いしていいですか。揺れますのでお気をつけくださいね。泣きそうですか。行きますよ。はい、支えてます。お、すげえ。行けましたね。じゃあ動かします。じゃあ足元気をつけてくださいね。おお、揺れる。こっちに傾いた。重たいから。なんか斜めってるんですけど。ずっと。カメラが斜めです。違うよ、これ体重で傾いてる。ねえ、これさ、みんなまっすぐ動いてくもんなんだよ、こうやって。これ、はたから見たら斜めってんだーって。しよう。これ全然怖くないかも。すみません、車椅子の操作お願いしてもいいですか？いける。いきます。せーの。ありがとうございます。よいしょ。これも乗れました。なんだっけ？えらいビップ待遇ですね。ポップンスマイル。これはみゆちゃん乗れなさそう。乗れそう。こういうやつです。聞いてみよう。乗れるかどうかを。首輪脊髄症がある方もお願い。ここにはマイメロがいないの？マイメロがいない。しーちゃんかポンポンプリンかケロケロケロッかバツマルくん。しーちゃん。これもうちょっとあれだね。まだ始まってないのに目回る。目回る。酔う酔う。ちょい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 。ほんまに酔った。自分が悪いんでしょ今の。酔ったじゃないよ。何本？あ、第2の目当てのパックかわいいね。これがかかってる。これにしましょうか。30周年のアイスです。下がプリン。みゆちゃんプリン食べれましたか？食べてしばらくしたらパレードですね。イースター季節限定の。食べていきましょうか。いけないんですよ、ここは。休憩場所じゃないですね。おやすみなさい。最後のパレードですね。パレード始まっちゃったよ。お土産が買い終わったところなんですけど、開園から閉園までさいたけどさ、なんか回りきれてないよね。足りないよって話よ。まあファンサービスもしてましたしね。そう、会いに来てくれた方とか歩けて声かけてくれた方もありがとうございました。初めての間楽しく終わりました。満喫した。念願のハーモニーランド行けて個人的に嬉しかったです。ということで最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価、コメントお待ちしてます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。かわいい。